楽しいとは感じないと思う。
あー、なるほどね。なんか空気によってそれが楽しい時もあるじゃん。あー、ゆっくりしてたね。そうそうそう。1月3日常に何か集中してなきゃとか喋らなきゃとか、みんなそういう意識はないだろうけど、そういうなってことじゃなくて、もうなんかこうそういうパワーがもうあると、なんか本当にね、ツアーから帰ってくるとね、帰ってくると東京に入る瞬間が分かるの。あ、東京だっていう、ちょっと心拍数が上がるの、無意識に。落ち着くわけじゃなくて、落ち着かん、あ、東京に帰るんだなっていうちょっと意識が、心構えが必要だよね、勝手に10月は、うん、そうなの、うん、聞くわ。だってさ、ホームタウンじゃん、東京が。あ、落ち着かりしないんだ。本当に、ほらだってね、掛川とか隣にいても菊が入ってくると菊がやっぱいいわって思うもんね。手出したもんね、菊がみたいな、ね、国境だもん、見えない国境、緩むね、全部、うん、もう垂れ流しだよね。それ畳の上でも出ちゃうよ、そりゃ逆だもんね。本当だ、そういう感覚がない。そういう感覚がない。東京出るとね、あのね、特に東名で東京に入るよりも東北道で東京に入る方がびっくりするね。もういきなり変わるから、うわーってやる、あって感じ。もう心拍数がバーンって上がる。無駄で地だから全部もう、完全に人が作ったんだなっていうところからスタートだから。でもいきなり空がバーンって暗くなってみたいな、星が見えなくなって。自然とうつむく空気が流れてるんだなと思う。今日もう朝カンちゃんをブバイガワラって駅で、駅の外で座ってこう朝通勤ラッシュで、通勤ラッシュで人がいっぱい歩いてる、スーツ着た人とかが、その中でこうやって人見ながらカンちゃんのこと待ってたら、もうみんなうつむいてため息してんの、朝から朝、と思って、いやいやいや、すがすがしくないな、これ全然違うね。朝からもうそれもらって、うわーって電車こんなんだもんね、だってね。あー、そうだろうね。ここもでもそうはそうでしょ、混んでる。でもみんな朝笑ってるよ、通る人は朝。チュンさんが笑ってるよ、ね、なんか混んでて、マクロビの電車がね、だ都心に向かう混んでると、小田原とかに向かう混んでる電車は全然空気が違うんで、混んでてもなんか和やかなの、小田原に向かう、うん、と思うね。またなっちゃってるから、都心に行こうはいいよ、いいか。